あ、これね、これ、このね、大阪、あのね、みたらし団子、あの金熊さんがね、金熊さんじゃ、あのパラサスさんがね、逆みたらしかなんかしたでしょ、この前の生足でね。それをなんか見て、で、あの、これなんか、これやでみたいな、これがそれやでみたいなことだったと思う、多分。いやー、ちょっとあとね、まあ、明日あべこべに団子の中に醤油だれ、おいしいおまっせって書いてます。これね、ちょっと開けてみようか。あべこべに、ちょっとね、これね、開けちゃうと、ね、食べなきゃいけないでしょ、これ。ちょっと見えないんですけどね、これね、逆見たらしい。わあ、食べて、いやー、食べるの、いや、食べたいんですけどね、もうちょっと夜も遅いしね、ちょっと今度ね、今度でお願いします。ありがとう。あ、スパチャ、ちょっと待って、 YM さん、そのみたらしい、すげー。あ、そうですか、そうなんだ、ちょっと待ってくださいね。え、ホットクさん、おい、みたらしい、みたらしいや、みたらしいみたらしい、もうお腹いっぱいなんですよ。でもこんな時間なのでね、はい、ですね、もうどんだけみたらし食べてほしいな。みたらしい、食べるか逆さみたい、どんな味だろう、これとね、そのまま食べれるんですね。はい、食べまーすいや、なんかどうぞ、食べたくないかのように言うんですけど、いやダイエットね、どうぞどうぞ、まあしょうがないわ、みたらし食べるか。はい、今日ね、ほんと明日食べようと思ったのに、みんなみたらし、いや、みたらし自体もらってもらうすごくいいんですよ、いいんですけどね。よいしょ、ね、ちょっと待ってくださいね。おー、はい、ですね、なんで参考なんや。トラスさん、関西以外の人は知らない、あ、どすこいもあんま知らないけどね。どういうこと、これ逆さなんですか、これ。ダイエットしてる割にその結果でもどすこいは、あの、実際に見ると痩せてるらしいですからね。ゆうさん、みたらし痩せてるから大丈夫ですよ、これに、はい、じゃあ食べてみようかな。これ、あの、手で食べるの、これ。手で食べる。あるわ、ちゃんと。わ、すごいですね。ちゃんと、これなんだ、これ。あ、お手拭きだった、これ、お手拭き。あ、中にタレが入った。あ、だから逆さ。普通はみたらしの、その、何、外側に、何とソースがかかってるはずなのに中に入ってる。面白い、それ美味しいんじゃないですか、それ。初めて食べますよ、それ。どうすごい。一口で食べるか噛み切るなら手を、それ、あ、やばい、それやばいわ、垂れるやつだ。あ、じゃあ一口で食べよう。あ、もう手でいくわ、手で。うわー、すごいな。はい、いきますよ。おいしい。おう、おいしいね、これあさりちゃんさん、大阪グルメの質問したものです。プラサスさん、教えていただきありがとうございました。実物が見えて、そう、実物ですよ、これ。じゃあ一回ちょっと手を添えて、ちょっと中噛んでみる。おいしいな、これ。おお、むしろこれをみたらし団子にしたらいいんじゃないので、普通のみんなが知ってるみたらし団子を逆みたらしにしてっていうぐらい、これ美味しいですよ。これ美味しい、これすごいな。へえ。金管麦ちゃんさ、昨日説明したやないかい。もう覚えてないわよくわかんないままへえって言ってたと思うなるほどねーって、知らない、わかんないまま言ってたと思いますもやこまさん、ずっと言ってるの、今わかったんかい今わかりました。ちょっとね、中見せたいからね。わ、これすごいな、これ。ちょっとこっち、こう手を添えて、ちょっと待ってね。これ見て、これ中にほら入ってるでしょ、ほら、これすごいわ。わー、垂れる。あ、
すごいねこれ。その、だから結局はね、だそのお餅とそのみたらしのこのなんか 甘いね、たたれなのでね、最終的には同じ味なんですよ、もちろんね。なんですけど、中からそれがじわっと出てくる感じがすごい気持ちいい。うん、これすごいな。へえ。少し正直ね、普通のみたらし団子はね、別に普段からそんななんか好んでめっちゃ食べたいとかね、思うことはないんですよね、基本的にはね。けどこれなら食べたいな、これ美味しいな、ほんと美味しい、これ。へえ。え、こんなのあるんだ。へえ。ほほほほほほ、なんかめっちゃめっちゃめっちゃ、おー、垂れてる。うん。あ、そう。なるほどね。いや、本当に3つ食べたら美味しいから。そうなんだ。全然これ食べて初めて食べましたよ、本当に。知らなかった。いや、これ関西住んでる人でもこれ食べたことない人いるんじゃないですか。プービーさんめっちゃ食べてるじゃん。キンクマさんもめっちゃ食べてる。美味しいからいっぱい食べちゃったわ。ほっとした、おい食いすぎやぞ、3個って言ったやないかーい。 でちょうど3つ食べてるからね、なあ、願い叶ってるやないかーい。はいはい、ということでね、スパチャもいただきましたけども、そろそろ終わりにさせていただきます。